もしもし先生、ごめん、さっき先生が帰る前に話そうと思って言いそびれちゃったんだけど、今日花火大会があるのって知ってる？あ、もしかしてもう見に行く予定だった？そうじゃなかったら私見に行きたいなって思ってたんだけど、たまたま友達もみんなよ。本当？いいの？やった！それじゃあうちの近所の神社から見ようよ。あの神社、花火がよく見える穴場らしいんだ。集合場所はあそこで。それじゃあ、私着替えてから行くから遅れるかもしれないけど先行ってて。じゃあね。先生、ごめんね、遅れちゃって。浴衣なんか久々に来たから時間かかっちゃって。おかしいところないよね？それで先生、残り物なんだけど、線香花火があったの。一緒にやろう？はい、火つけてあげる。じゃあ私も。きれい。うまく落とさないようにしなきゃ。もう先生何やってんの？私のも終わっちゃった。ここも暑いかと思ったけど、海からの風があるから涼しいね。あー、夜の海真っ暗。始まった始まった。なんか先生、付き合ってくれてありがとね。先生だって他の人と来たかったかもしれない。って感じがするな。漫画の世界だと。そっと手をつないだりするシーンだよね。私の将来そういうことするのかな。
終わりかな。なんか変な感じ。先生とはついこの前に会ったばっかりなのに、なんで一緒に花火大会に来てるんだろう。なんかおかしいよね。でも、ありがとね、先生。じゃあ、帰ろっか。